はい、伊藤氏腰痛119番の健康スポーツ整体院院長の平原です。今日はね、レスリー・ニールセンさんの思い出ですけども、知ってますでしょうかね。あの裸を持つ男とかね、すごく有名なんですけど、まあギャグが好きで、あのすごい、いい おじいさんっていうんですかね、白髪のね、すごいいい感じの方なんですけども、お話ししててもですね、すごくね、あのもう表情豊かで、いろんな、こんな顔してくれますかとかね、写真撮るときこんな顔で、一緒に撮りましょうって言うとね、もうすごい顔してくれて、すごく面白い方でした。さすがね、あのハリウッドの、コメディアンっていうかね、大御所だなと、思いました。